青函フェリーは、栗林商船グループの協営運輸と、北日本海運が共同運行する、旅客カーフェリー航路。窓口業務などを行うため、両社により、有限会社青函フェリーが設立されている。道の区間を東北へ向かって航行する、3号はやぶさ。画像奥は、下北半島の牛の首みさ北日本海運本社。 日本通運函館支店物流センターも入居している。かつては、青函フェリー、函館フェリーターミナルとしても使われていた。共栄運輸は、1923年4月に、株式会社さん、有償会として、小樽市で設立された後、1941年6月に、社名を、現在の共栄運輸株式会社に変更。 内航運送事業に進出した。1968年6月に本社を函館へ移転した後、1970年9月に貨物船、早草ぶさを建造して、青函航路で自動車構想事業を開始した。北日本海運は、1944年4月に青森海洋いかだ株式会社として設立された後、 青森海運株式会社を経て1960年5月に社名を支井海運作業株式会社に変更1962年5月に日本通運参加となった後1970年8月に貨物船第3朝鷹丸を就航させた両社は1972年4月に青函航路の自動車高層貨物定期航路事業の免許を受けた後 1973年2月に業務提携を行い有限会社生管フェリーを設立共同運行を開始した。その後、1985年7月にササイ海運は社名を現在の北日本海運株式会社に変更している。長らく旅客営業を行わない貨物フェリーとして運行していたが、2000年10月の海上運送法の 改正により、自動車高層貨物定期航路事業を、一般旅客定期航路事業に、事業変更して、旅客営業を開始した。2017年12月には、共営運輸が、第2種旅行業登録を行い、旅行代理店との契約締結を開始。JAF や日本 RV 協会等との施設、割引提携を実施し、 青函フェリー往復と北海道内ホテルのセットプラン設定を皮切りに団体客誘客やホテル、飲食店と提携。ネクスコ東日本、北海道観光フリーパスの提携、また、船内無料 Wi-Fi サービスの提供等利用促進を進める。他に、北海道開発局が推進する、シーニックバイウェイ北海道に協力企業として3、 各市北海道内の秀一な道等を PR する活動を担っている。2020年7月20日、共栄運輸の親会社でもある栗林商船が北日本海運の全株式を取得することを発表。株式譲渡実行日は同年9月1日。その後2021年には北日本海運の2隻のファンネルマークを共栄運輸のものに変更した。 函館港北埠頭、青函フェリー専用バーストフェリー、3号早伏さ、北海道観光バス、青函フェリー前バスでファンネルマークは丸に7。北日本海運の船舶は当初赤の、K としていた。京栄運輸北日本海運、京栄運輸北日本海運。ありがとうございます。